皆さんこんこにちはワーーールドラバーマーケットのシャアです、えー、今回の動画は読むだけで強くなってしまう卓球理論メールセミナー卓球 3S 理論ですね、えー、そちらの五千人突破購読者5,000人は突破したということでプレゼンの企画をやってたんですけれども、えー、当選者の発表をしたいと思いますはいというわけで、まあ、この当選者の方なんですけれども、まあ、ランダムというか 今回はガネ君にチョイスしていただきました。で早速なんですけれども、まず一番の当選者ですね。あのー、卓球スレース理論予測スピード編こちらの当選者なんですけれども、じゃん。え一番はチグさんですね。はいおめでとうございます。はいどんどんいきます。 え2番目2番の卓球ドンさんと共同開発したえ卓球スレース理論カット予測スピード編こちらなんですけれどもこれは、えー、ドン川原さんはいおめでとうございます。はい、で3番目三番目はえっと自分が初めて作ったペンドラシャアのフォアで決める練習法。 基本編レベルアップ編まあこれちらは2本セットなので、えー、こちらの当選者は青山はいで最後4番ですね4番こちらはペンドラシャンの基本打法フォアハンド編バックハンド編っていうことなんですけれどもこちらの当選者は逆襲のタラオさんはいおめでとうございます。 はいということで、えー、っと今回も大二250名ぐらいの応募者の方、まあ、応募していただきましたありがとうございますで、えっと、こちらの当選者の方なんですけれども、えー、まあ破損しなきゃいけないんで「worldlover.gmail.com」宛てに名前 で当選時のニックネームそしてまあ住所あとはまあサインが欲しいか欲しくないか、まあ、サインの有無ですねであとは念のため電話番号も入れていただけると,えとまあ発送がスムーズにいくのかなと思いますので名前当選時のニックネーム住所サインの有無電話番号こちらの方 入れてワールドラバーの方に前回はまあブログペンドラブログ、まあ、ペンドラブログ、まあ、今はシャーロンポブログが100万人総訪問者数100万人突破しました今回はメールセミナー5000人購読者突破しましたということでえー、っとですねまあどんどん100万人が200万人になればえー、っとまあやるかもしれないですし まあメールセミナーが1万人突破したら絶対こういうことはやろうと思いますで次回はですねまだ未定なんですけれども DVD、えー、新しい DVD の、えー、と制作がもうかなり佳境、えー、というか終わりの方まで近づいてきているので、まあ、そちら新発売記念といった形で、まあ、やるかもしれませんえっ、ー、と まあ、一つ一つこういったイベントがあればこういったプレゼント企画っていうのは順次実施していきたいと思います。